マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りしています。おはようございます。今秋子です。今回は緑の中で美味しいものがいただけるこちらへ行ってきました。水戸市又熊町にあります水戸市森林公園森のシェーブル館にお邪魔しています。水戸市農業公社森のシェーブル館、小川真嗣さんに伺います。小川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川さんはこちらで技師としてチーズ製造をいろいろとやってらっしゃるということなんですけれども、はい、この森のシェーブル館30周年なんですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。平成3年に6月にオープンしまして、今年ちょうど6月で30周年ということになります。ねえ、30周年なんかあっという間の印象もありますけれども。そうですね、おかげさまで水戸の市民の方、県外からもいらっしゃっていただいて、ご愛顧いただきまして、なんとか30周年迎えることができました。そうなってくると、もうチーズと水戸っていうのは皆さん馴染んでいらっしゃると思うんですけれど、はい、改めて、はい、この水戸とチーズ非常に関わりは深くて、江戸時代からっていうことも聞きましたが、いかがですか？書物によりますと、水戸の旧大藩主斉昭公なんですが、牛乳を薬として飲んだりとか、あとチーズの原型と言われます酪や蘇、そういったものの普及に努めてたっていう話もございます。なるほど。当時で言ったら最先端を言ってたってことなんでしょうかね。そうですね、やっぱり薬として飲まれてたっていうのは牛乳なんかはよく聞きます。なるほど、はい、その頃からのつながりで、やはり30年前水戸にチーズというのをこう発想があったってことなんですかね。そうですね、こちらは水戸の特産品として始まった商品なんですが、皆さんにご愛顧いただくような形でやっております。はい、今日このお店の商品もいろいろとありますけれど、この森のシェーブル館、最初に作られたチーズっていうのは何ていうチーズだったんですか？こちら森のシェーブル館って名前にもあるんですが、はい、シェーブルってヤギ乳チーズの総称のことなんですね。はい、最初はヤギ乳チーズで始まったのがきっかけになりまして、最初に作ったのがシェーブル館ではシェーブルって言ってるんですが、白カビタイプのカマンベールみたいなヤギ乳チーズ、こちらが最初にできた商品になります。ですか。そこから30年経つと、もうたくさんの商品が出てきてるんですね。はい、今実際にこの商品ケースに入っているチーズ、ちょっと名前だけでも紹介していただけますか？そうですね、今牛乳とヤギ乳のチーズが揃ってるんですが、うん、まずヤギ乳から言いますと、今年初めて作りましたサントモール、大体ヤギ乳チーズが春から秋しか乳が出ないもので、限定という形でやっておりまして、こちらは出始めの初取りというか、はい、すごくフレッシュな状態の、サントモールになります。今年のサントモールっていうことなんですね。はい、今年最初のサントモールになります。じゃあ毎年楽しみにされてる方も多いんじゃないですか？そうですね、もうおかげさまでいっぱい買っていかれる方多くて、はい、しかもこのサントモールのパッケージには金賞受賞ってもう書いてありますね。牛乳、ヤギ乳、いろいろあるんですけど、全国 の, ナチュラルチーズを製造している工房さんが集まりまして、ナチュラルチーズコンテストっていうものを開催してるんですが、そちらで金賞いただいたチーズになります。なるほど、そういったサントモール、そしてその他にもありますね。こちら右側にありますのがゴーダチーズ。おー、はい、こちら癖がなくて食べやすい、ここにあるのはクラッシュタイプなんですが、ブロックタイプもございます。あとこちらの下にありますのがストリングチーズ、裂けるチーズですね。はい、こちら水戸の森林公園にある恐竜の骨をイメージしてちょっと骨の感じを出して、はい、製造しております。通常私たちがお店なんかで見るその裂けるチーズよりもちょっとこう、はい、太い、そうですね、ごついっていう感じがしますもんね。はい、あとはちょっと形も骨のような感じに作っております。はい、お子様も興味があるように、はい、チーズを作っております。パッケージにちゃんと恐竜のイラストも書いてありますもんね。こちらもお子さんに好評で、はい、大人からお子様まですごく人気のある商品になります。そしてカチョカバロ、はい、
これも注目を浴びたチーズですよね。そうですね、こちらはあの数々の賞をいただいているチーズなんですが、はい、あの先ほど言ったあのオールジャパンナチュラルチーズコンテストの他にチーズアワードっていうコンテストもございまして、そちらで銀賞を何度かいただいております。これはどういう特徴のあるチーズなんですか？こちらはですね、まあ、見た目本当にユニークなあの氷炭型をしているんですが、うん、あの吊るして熟成させるのでこういう形なんですけど、あのカットしていただいてあのフライパンとかで焦げ目つけるぐらいちょっと焼いていただくと香ばしさと牛乳の風味がふわっと出て美味しいチーズになります。ねえ、そういったそれぞれのチーズありますし、あとスイーツもいっぱいですね。そうですね、チーズなんですけどこちらのフレッシュタイプのフロマージュフレっていうチーズなんですが、はい、こちらあのデザートソースをかけてありまして、あのデザート感覚で召し上がれるチーズになります。なるほど、なんか見た目が上にオレンジ色とか、はい、あと赤い色ですとかそういったソースの色があったんで、はい、本当にスイーツかと思ったら中は下はじゃあチーズなんですね。はい、お味の方がオレンジ、ストロベリー、ブルーベリーと、あとプレーン の, あの4種類ございます。これはどういう時にいただくと美味しいなさらに感じますか？やっぱりこれあの食後のデザートとして召し上がっていただいたり、あのプレーンのやつは、まあ、蜂蜜とかちょっとお好みの味付けをしていただいて、あと塩コショウしてあのちょっとクラッカーに乗せて食べてもらっても美味しいと思います。あ、じゃあもう小さなお子さんから大人の方まで。そうですね、お酒好きな方まで大丈夫ってことですね。はい、大丈夫です。さあ、そしてその隣にもいろいろありますね。こちらがレアチーズタルトになります。はい、こちらあの先ほどご紹介させていただいたフロマージュフレをふんだんに使ったチーズケーキになります。はい、こちらはあのプレーンのタイプと、あと季節ごとにあの4種類の味があります。はい、今あの春なのでいちごの味、うん、でこれから夏にかけてブルーベリーの味で、あの秋になりますと地元のリンゴを使ったリンゴのタルトだったり、あと冬はあの偕楽園の梅まつりでも販売してますので梅のタルトの計4種類ございます。すごい、本当に季節で楽しめますね。はい、あのこちらも好評で、まあ、偕楽園で売ってもすごく好評なチーズケーキになります。そうですか。はい、6月というとまだいちごこれ手に入りますか？ギリギリあるかないか、ちょうどあの季節の切り替わりになるので、はい、ブルーベリーといちごのちょうど中間ぐらいの季節なので在庫があればいちごの方もございます。はい、でぜひそういったところもホームページなどで、ね、チェックしていただければ大丈夫ですね。はい、それとあの、うん、一番右にありますのが、あの去年あの新発売しましたチーズテリーヌです。テリーヌってなんかフランス料理のイメージがありますけど、あのこういうあのチーズケーキのもテリーヌという形で、はい、ございます。どんな味なんですか？これはあのかなり濃厚で、あのチーズの風味がすごく出るあの商品になります。もうチーズ好きにはじゃたまらないですね。あのこちらかなりあのおすすめになりますね。はい、今すごく売れてます。わ、こういったものあの冷凍でも販売されてるんですね。あの冷凍流通になりますので自然解凍で召し上がっていただいて、はい、ちょっと半解凍ぐらいであのアイス感覚で召し上がっても美味しいです。じゃあこれお土産に買っていくのも大丈夫ですね。そうですね、こちらに来られて、はい、まあ、チーズとあのこのレアチーズタルトを買っていかれる方はすごく多いですね。ね、この商品ケースの上にもナチュラルチーズは乳酸菌が生きていますっていう風なパネルもありまして、はい、一つ一つ手作りだっていうこともね書いてありますね。本当に珍しく一個一個手作りでやっております。はい、結構手間のかかるものなんですがスタッフ一同一生懸命作ってますのでぜひご賞味いただければと思います。本当ですね。そんなパネルの上には写真でソフトクリームの写真もあってありますね。はい、ソフトクリームの原料もシェブルカの方で作っておりまして、こちらもあの無添加で昔からの製造方法であの作っております。今のところ形も変えずにこういう形で販売しております。すごくこちらも森林公園に来られる方に人気のある商品になります。シェーブルというチーズから始まってもうどん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 商品の幅も広がっているということなんですね。はい、うん、そこにもやっぱり30年という歴史を感じますね。はい、うん、その30周年ということでいろいろな取り組みですとか記念した取り組みなどもあるそうですね。
6月に開館30周年ということになりまして、第1弾のセールになるんですが、レアチーズタルトを販売当初1200円で販売してたんですね、6個入りなんですが、そちらを販売当時の値段で限定20個になるんですが、土日各日20個1200円という形で販売させていただくのと、あとチーズの方を 10% 割引させていただいて販売させていただきます。開館の時間が9時になりまして、閉館が4時30分になります。ぜひその時間帯にできれば早めに来ていただければということですね。そうですね、限定なので早めに来ていただければ。はい。そしてゴールデンウィークなどは常陸太田とこう連携してイベントだっていうようなニュースも皆さん耳にされたと思うんですが、はい、いろいろとそういった連携というのもあるんですね。4月20日の時に水戸市と常陸太田市で乳製品製造に関する連携協定が結ばれまして、今後ですね、常陸太田さんのチーズ工房とですねコラボしたりとか、あとは販売とか製造に関して協力し合ってチーズですね普及とかにも貢献できたらなと思っております。なるほど。そういったチーズを通していろいろな自治体とのつながりも増えていくというのは楽しいことですね。そうですね、茨城県にもチーズ工房たくさんできてますので、そういったところとも交流して、来年の1月ぐらいにチーズのイベントなんかもちょっとまだ予定なんですが計画しておりますので、そういったところで皆さんと協力してできればなと思っております。6月の土日のイベントも含めていろいろなチーズ関連の情報、森のシェフル館関連の情報はやはり水戸のホームページチェックしていただくというのが大切ですね。そうですね、水戸のホームページと、あとシェフル館にもホームページ、あとフェイスブックございますので、ぜひそちらを参考にしていただければと思います。ぜひ皆さん森のシェフル館遊びに来てください。今日ご紹介した商品の他にもジェラートとか、あとカップアイスとか、はい、いろいろありますもんね。はい、商品いろいろございます。あと新発売してますキッシュ、チーズと、あと、ベーコンとかすごくふんだんに入ったキッシュなんかもここで食べれますので、こちらに来て召し上がっていただければと思います。皆さんに楽しんでいただければと思います。そして小川さん、はい、その楽しみはどんどん先にも膨らむと思うんですが、はい、皆さんここまで来ると新商品の開発っていうのも、はい、なんかこう期待されてる方も多いんじゃないですか。今はですね、開発段階の商品もございますので、30周年ということでいろいろアンケートなんかも今度シェーブル館の方でさせていただいて、今後の商品開発だったりとか、あとはこちらのシェーブル館30周年になりますので、再整備、そういったことの参考にさせていただきたいと思っております。なるほど。もういろんな方の声がじゃあ大切になってきますね。そうですね、今までもいろいろご意見をいただいて商品の開発だったりとかそういったものをしてきたんですが、これからも継続してそういったものをやっていきたいなと思っております。今後も楽しみですね。ぜひ森のシェーブル館へお越しください。マイタウン水戸、今秋子がお送りしました。